日本中部地方長野県長野市稲里町稲里中央地区センター長野市稲里中央都地区各整理事業春光記念碑が立つ稲里町は長野県長野市の中央部にある地域最競技稲里一丁目の範囲競技12稲里町を関する稲里町中日賀の稲里町市も日賀の稲里町玉木 稲里町中央1から4丁目を加えた範囲。抗義2、に下比賀の1丁目、広田を加えた範囲。1889年4月時点のさらシマ稲里ソミキに相当。本港で、開設全域が、長野市役所広北支所の管内である。地域の面積は4.18平方キロメートル。地域内の人口及び、世帯数は、 4834世帯12590人。これらは、三本柳東三丁目を含む値である。本校では、かつておおむね同区域に所在したさらしな郡稲里村についても述べる。地域の北西を、長野県道77号長野上田線が、南北に走り、中央部に、国道19号長野南バイパスが、東西に走る。南部には、 国道18号しののバイパスが通過する。周囲は以下の地区と接する。以前は地域の大半が農地の中に集落や小規模な住宅地が点在する地区であり、商業地は旧18号の沿道に見られる程度であった。しかし長野南バイパスの開通とそれに伴う稲里、中央都地区各整理事業によって市内随一の郊外ショッピングタウンが出現した。 地名は、1889年に、全身三加村が合併した際、稲が、豊かに実る里という願いを込めて名付けられたものだと、いう。下比賀野村、生駒村、藤巻村、広田村は、松城半領であった稲里は、稲里地域北西部にある地区。稲里一丁目がある。郵便番号は38、381-2243。地区の南東端を、 長野県道77号長野上田線が通過する。周囲は、以下の大技、町長と接する。地区内はほぼ全域が、区画整理された、住宅地で、98号沿いに店舗が軒を連ねる。地区内の人口及び、世帯数は、498世帯1293人。長野県道77号長野上田線を走る、アルピコ交通。 長野市循環型乗り合いタクシーの以下の路線系統が利用できる。稲里町市も日賀野は稲里地域中央部の地区。郵便番号は381-2211。地区中央部を長野県道35号長野真田線が縦断し、地区の北東部を国道117号が屈曲して通過している。周囲は以下の大技、町長と接する。 稲里地域の他地区と比べて、区画整理などは進んでおらず、農村集落の風景が残る。しかし、2008年に4車線化された、県道35号沿いには大規模、スーパーセンター、面半、スーパーセンター稲里店が2010年に出店するなど、地区の風景は近年急速に変化している。日賀野という地名は難読であるが、当地にある、 式内社否定者の日賀ノとアタイ神社の神明に由来するといい、和名類受賞にも日賀ノ号の名が見える。なお、日賀ノとアタイ神社のとアタイの部分は、近隣の川中島町ミクリアに、戸べとして、あざ名が残る。地区内の人口及び、世帯数は、782世帯1778人。これは下日賀の一丁目も含む値である。 地区内の長野県道35号長野真田線を走るアルピコ交通トラビスジャパン昭栄高速運輸の以下の路線系統が利用できる。なお、高速バスは下比賀の停留所のみ停車する。稲里町田牧は稲里地域南部の地区。郵便番号は381-2214。地区の南部を国道18号篠ノ井バイパスが通過する。周囲は 以下の大技、町長々と接する。地区内には、農地の中に、住宅地が点在する。地区内の人口及び、世帯数は、798世帯2301人。路線バス地区内を走るアルピコ交通の以下の、路線系統が利用できる。稲里町中央は、稲里地域西部の地区。稲里町中央1三点四丁目がある。郵便番号は、 三八一の二二一七地区中央部を国道十九号長野南バイパスが東西に走り一1.4丁目と2.3丁目との境をなす。周囲は以下の大技、町長と接する。稲佐と中央と地区各整理事業によって新たに生まれた町であり、スーパーマーケット、電気店、ファッション、家具など多種多様な店舗が長野南バイパス周辺に 密集している、長野市でも、有数のショッピングタウンである。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が、利用できる。稲里町中央一丁目鶴屋長野南店。稲里町中央二丁目稲里町中央三丁目。シューマート長野稲里店稲里町中央四丁目。稲里町中日賀野は、 稲里地域北西部の地区。郵便番号は381-221号。地区の中央部を長野県道77号長野上田線が南北に走る。周囲は以下の大技、町長と接する。主に98号沿いに店舗や企業が軒を連ねる。地区西部では中日賀野と地区核整理事業が進められている。という地名の由来は 稲里町市も、日賀野を参照。地区内の人口及び、世帯数は、1264世帯3284人。長野県道77号長野上田線を走る、アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。下日賀野は、稲里地域北部の地区。下日賀野一丁目がある。郵便番号は38、381-2216。地区の東端を、 国道117号、北西端を、長野県道77号長野上田線が通過する。周囲は、以下の大技、町長と接する。国道117号、県道77号、県道380号の3本の幹線道路に、囲まれた、区画の整理がなされた、住宅地である。地区内の人口は、下比賀の1丁目のみを係数した資料がなく、 稲里町市も悲野に含まれる。広田は稲里地域南部の地区。郵便番号は381-2213。地区の北端を国道18号篠の井バイパスが通過する。周囲は以下の大技、町長と接する。新名広田と地区各整理事業によって新たに生まれた住宅地である。地区内の人口及び世帯数は 203世帯537人、ありがとうございます。